さてアメリカでは先週大学生が多数犠牲になるという銃乱射事件が発生しています。ニューヨークから中継です。はい、先週金曜日6人の被害者を出した銃乱射事件がありました。容疑者が残した映像と手記からその犯行動機を読み解きます。 Tomorrow is the day of retribution。 これは先週金曜日にカリフォルニア州で無差別に6人を殺害した容疑者が事件前日に残した6分54秒の映像。I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. And all of you men, for living a better life than me, all of you sexually active men, I hate you. I hate all of you. And I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation.笑みを浮かべながら自分を無視した女性たち、そして男性たちへの逆恨みを口にする男。そこには無差別殺人の動機が収められていた。現場は9カ所あり、被害者は複数に上っています。先週金曜夜9時半過ぎ、カリフォルニア州サンタバーバラ市郊外の学生街で銃乱射事件が発生。これは付近の店の防犯カメラ映像。逃げ惑う学生たち、そして銃声が。男は車で走りながら付近の店や通行人に向け銃を乱射。急いで違う方に逃げたの。でもずっと撃ってきたの。学生街は恐怖に包まれた。この銃乱射事件で付近を歩いていた男子学生1人と女子学生2人が死亡。また男が暮らしていた自宅アパートからはルームメイトの男子学生3人が遺体となって発見された。合わせて6人を殺害、13人に重軽傷を負わせたのはサンタバーバラ市立大学に通うエリオット・ロジャー容疑者22歳。その後車で逃走したがパトカーに追跡され路肩に衝突、自ら銃で命を絶った。容疑者の両親はハリウッドの映画関係者、裕福な家庭に育ったというロジャー容疑者に何があったのか。これは事件の直前、容疑者が家族に送った137ページにわたる手記だ。タイトルは僕の歪んだ世界。その中で容疑者は自分を追い詰めたとする過去についてこう綴っている。初恋相手にバカにされ深く傷ついた。そのせいでそれまで楽しかった僕の人生が一転した。12歳の時、初恋相手に傷つけられたことで人生が変わってしまったというロジャー容疑者。しかし相手の女性は容疑者のことは全く覚えていないとし、一方的な言いがかりだと憤慨しているという。さらに、友人のラドリーは小学生の時はとてもいい友人だったけど、中学に行ったら彼だけが女の子たちからモテるようになった。昔一緒に遊んでいたのになぜだ、彼が憎い。幼い頃からの友人ラドリーさんだけが女性とうまく付き合えるようになったことを逆恨みしていた。これに対しラドリーさんは、そんなことを考えていたなんてとにかく驚いたよ。彼が臆病だったということしか覚えてない。大学時代も女性と交際できなかったというロジャー容疑者。周囲がカップルであふれる中、さらに孤独を深めていったのか。無差別に6人の命を奪うという事件に走らせたものは一体何だったのか。これは事件の1ヶ月前、
ロジャー容疑者が撮影し、インターネット上に載せていた映像。ここに動機を解き明かす鍵があった。A beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. I'm sophisticated and magnificent. I have a nice car, a BMW. Well, it's nicer than 90% of the people at my college. You girls, you never give me a chance.I don't know why. カメラに向かってポーズを取り、自慢げに話すロジャー容疑者。このビデオを事件後に見た周囲の人たちはこう感じたという。ロジャー容疑者の知人たちは、ビデオの中の彼は普段のおどおどした彼とは全く違うと驚いていました。ビデオの中で理想の自分を演じていたのか。この映像が撮影された数日後、ロジャー容疑者に変化が起こる。 I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of the beach. この日もロジャー容疑者はいつもの場所で景色を撮影していた。しかしこの直後、異変が起こる。いつもの風景の中に一組のカップルがいることに気がついたのだ。 They came and sat down and started kissing.I presume about my age. Why does that guy get to have such a beautiful girlfriend while I'm all alone? They're kissing right now. It's torture for me to watch, but I have to do this. I hate them. I hate them so much. It's not fair. I have to show the world why life isn't fair.突如怒りをあらわにするロジャー容疑者。女性への憧れが嫌悪感に変わっていったのか。そしてその憎悪は増大する一方だった。これらのビデオを動画サイトで発見した母親は息子の異常を察し警察へ通報。事件はここで防ぐことができたはずだった。しかし、我々がアパートを訪問したとき、容疑者は礼儀正しく、特に不審な点は見受けられなかったのです。警察は問題の映像をチェックすることなく、ずさんな捜査でロジャー容疑者を野放しにしたのだ。この時のことをロジャー容疑者は手記にこう綴っている。全て誤解だと言ったら警察は帰ってった。もし部屋を調べられたら、銃や弾丸が見つかって、計画は全て終わりだったろう。この時すでにロジャー容疑者は3丁の銃と400個の銃弾を部屋に置いていたのだ。警察は本人と話すだけでなく、親や周囲としっかり話し合い判断するべきだった。容疑者とももっと話すべきだった。これは明らかな警察の手落ちだ。死亡した6人の学生たちを偲んで開かれた追悼集会。理不尽に命を奪われた6人の犠牲者たち。一人の遺族は涙ながらにこう訴えた。全ては銃のせいです。アメリカから銃をなくすべきです。ロジャー容疑者の凶行、責任の一端は警察にあるのか、銃社会なのか。全米で議論が続いている。ショーンさん、こういうふうに銃乱射で犠牲者が多く出ると必ずアメリカ銃規制の話出るんですが、これまで前進できないですもんね。それで特にこのサンタバーバラというところは、白人の割合が多分7割か8割ぐらいの場所なんですね。ですから人種間のいざこざっていうよりも、やっぱり白人の間での妬みとか辛みっていう犯罪が多いみたいなんですけど、たまたまこの前こういう犯罪、特に
あの妬みが中心になってというかモテないとかっていうと、うん、そのフォーカッシングイリュージョンというなんかその一つの心理があるみたいでダニエル・カーネマンさんという人が研究したんですけど一つのことにずっと集中してあのモテないっていうことがこれがもう大きな大きな幻想を生んでしまってとうとう現実になってしまうっていうことが、うんまあ、人間の心理としてあるようで、まあ、特に、まあ、そのこのフォーカスじゃない違う景色を見せてあげるような学校とか親とか友達っていうものの関わりがないと、うんこういうこと起こっちゃうんでしょうね。まるで二重人格のような感じでしたけれども、うん、一方しか見せられていない学生たちっていうのは、うん、中さん気がつかないですからね。そうですね。普段おどおどしていてこういう態度じゃないっていうことですけども、うん、この、ビデオの中ではもう堂々と、まあ、結構ナルシシスト的なこう語り方をして、うんまあ、なんでこんなに自分がイケてるのになんか分かってもらえないんだみたいな感じですよね。だから全然こう例えばそのなんで自分はモテないんだとかそういうことって誰にでもあるってそれは私だって分かりますけれどもでもそこでまあ自分のこういうところ直せばいいっていうふうにいかずに他者へのこう妬みとか、ね、憎しみに向かうっていうそのなんかこうベクトルがおかしいですよね完全に、うん、石橋君あの全米ライフル協会とかってすごい力持ってるからね、うん、銃規制進まないよね。はい、あの一昨年、コネチカット州の小学校で26人が犠牲になった事件がありましたがその時も何も変わらなかったので今回も変わらないのではないかという見方が強いですが今回の遺族はあらゆる事件の遺族たちと協力して何があってもその政治家たちそしてそういう銃を進めている団体に訴えていきたいとしています。